小島さんのは、さっきもちょっとお話ししましたけど、鏡に写真をプリントしたっていう作品もありまして、はい、はい、先ほどもちょっと説明したと思うんですけど、iPhone 12は 3D で撮影できるんですよ。そうですね、これはこの空間を 3D でスキャンしていて、はい、その 3D スキャンのデータを鏡にプリントアウトしている。プリントされてないとこもありますけど、何なんですか？それされてないとこも本当の、はい、本当の鏡の部分ですね。でこれはやっぱそのこの場所で何かすると思った時に、うん、その鏡っていうものを使って 3D データっていうデータと、こう現実で見えている、現実に視覚されている景色っていうのを、一部を 3D データ、一部だけ 3D データをプリントすることで、そこを混在させて、この場所にそのデータと、ある種リアルっていうものの混在っていうものをこの鏡に組み立てて、こういう形になる。これもね、なんだろう、ちょうど下作品の下のところが、プリントされてないところに床の模様が鏡だから当たり前なんですけど映ってて、なんて言ったらいいのか、床が続いているっていうか、床が作品の中に入っちゃってる、結構なんだろう、いい意味で気持ち悪いあ、でもそうですよね、なんかちょっとぐちゃぐちゃな世界がこの中に生まれるといいなと思って、割とそのこの場所を混乱させると、なるほど、混乱させる装置としての鏡っていう、それを結構意識して作ったので、多分見た時にどういうことだっていう、若干混乱を生む鏡になってるかな。これはなんか意表を疲れた感じがしました。上ですか？上のがまた違いますよね、全然。そうですね、これはちょうど新作、さっきの一番最初に、はい、本の話もさせていただきましたけど、ちょうど新作で The World is Human っていう作品を作っていたので、それもぜひ展示したいなと思って、あとその前回の分別するの時に別の方が この場所に家に馴染むようにこう写真が置かれてるのをこうすごい覚えていて、それ僕もやりたいなと思って、四角い写真だけど、はい、こういう風に配置すると、この部屋の中で違和感を持ってそれするなと思ったんで、1枚、2枚スクエアのものいや、だからここに置いこのね、天井近くに置いたのを見て、私はもうそれを分裂というものの時も思い出して、なんかもうあれをイメージして、この位置って言ったのは思いました。いいですよね、なんか。いや、いいですよね、しかもこれも頭が、言葉になっている 人間というものを、これ渋谷の街に、出現させて写真撮ってるんですけど、その急にこういう巨大かつ頭がぐにゃぐにゃのものが現れるっていう、その突然現れるという行為と、この普通に部屋を見てたら突然この作品も現れるっていうので。その突然感というか、なんかその違和感が急に生まれている、立ち上がっているっていう感じが、展示の仕方と作品の意味としては合ってるのかなと思って、この場所に行きました。すごい。見て。その場で何かをね、初めて。何？わー、すごい。あ、これが。これがしたかったのですね、あなたはね。なるほど、でもこれも編集ですね、編集。すごい。はい。万華鏡キットをね、組み立てて。
やばいな。バカね。これそのまんまあれですよ、なんかそれこそなんかテクノみたいな音楽あで、なんかでっかいあの画面で見たらゾワゾワしますね。ゾワゾワしちゃう。いやかっこいい。破れた。すごい。ハマると思うよね。万華鏡で。これ1000円ぐらいで買えるの。でもさ、なんだインスタのアプリでこういうのあるよね。こういう風に映るやつ。アプリじゃ面白くない。本当にやっぱりそれが。これすごいよ。何でもいいです。何でも使えますよ。どう？これ。うん、松井くんとコラボ。うわ。これどう待っていいの？松井くんとコラボ。うわ。すごいのがさらにぐちゃぐちゃになって。どうよこれ。これちゃんと動画でも撮れるわけだからさ。あ、そうだね。うんうん。どうこれ。動画で撮ったら。遊べるよこれ。これ音楽つけて。小島くんとコラボです。おすげえ。すごい。どうですかこれ。コラボ。ちょっとなんかいやこの映像なんかそのまんまなんかあのうんいいですね。楽しそう。最後ムービー撮ってるんですか。いや撮ってない。ただカメラあのくっつけてるだけでムービー撮ったらいいじゃん。ちょっと待って。はい。次行きましょうか。そうです。はい。あ、石田さんのはこのお菓子は。よいしょ。お菓子。お菓子。どうしたらいいの？なんか何でもありな感じにどんどんなっていく。ちょっと忘れたらどんどん。すごいね。お菓子とこの万華鏡は合いますね。というのも、うん、このお菓子はですね、作った石田さん曰くガラスの破片を食べに来てください。あ、インスタにも書いてありました。はい、そうですね。これは、琥珀羊羹という和菓子だそうです、うんうん、はい、餅アンダースコアしずくっていうインスタの、アカウントなんですけれども、そこにこれの、割れてないのがありますけれども、この作品が段ボールに載ってますけど、この段ボールに作品が入って、大阪から東京まで宅急便で運ばれてきました。で、運ばれてきた、結果、本当は羊羹がこの中にこうちゃんと板状に貼られていたんですけれども、このように粉々になってしまいました。この状態が、割れたガラスということで、琥珀羊羹っていうのは表面が薄いちょっと硬いパリパリしたパリパリというかシャリシャリした食感がありまして、で中はゼリー状の羊羹というよりゼリーっていう感じだったんですけれども、でそのねそのなん絶妙のなんだろ こう2種類の食感がすごい面白くて、で本当にガラスを食べてる、ガラスは食べたことないですけど食べたらこんなんじゃないかなっていう食感でした。とても味はすごい美味しいんですよ。全然甘くなくて、で皆さんにも食べたい人には召し上がっていただいてるんですけど、すごい評判はいいですね。いっぺんに1枚ぐらい食べちゃう人もいまして、本当にこの大きさ、そう、この大きさ、はい、でも美味しかった。美味しい美味しい。だってしずくさんの和菓子美味しいですもん。送ってもらったことあるんですけど、美味しかった。美味しい、うん、だから普通に食べれますよね。こちらに来た人で、これどこのとか言うんで、大阪なんですって言ったら、東京でも買いたいって言ってました。あれですよ、お菓子で百薬の
腸だっけ、薬薬の腸を作るっていうコンセプトなんですよ、コンセプトが。ああ、こちらのコンセプト、はい、自分の作品は何ですか、後藤茂雄さんの。はい、これをね、私はね、野村さんとね、その万華鏡をね、美術館として作るっていうね、はい、同好会を2人でやろうかなと思ったんですよ。それで、あのプレゼントを今日持ってきたんですけど、万華鏡。それで私も今日、あの初めて、通販で買いまして、はい、使ってるんですけど、私はあの、今回、作家としてですね、参加しております、後藤茂雄さんなんですけど、ブロークミラーズっていうですね、作品っていうか、それを、まあ、あの去年あのそのコロナの時に6人の写真家に鏡を送りつけて、それを、まあ、作品化してもらうというプロジェクトをやったんですね。で、まあ、あのその時から、まあ、自分でも、鏡を割るっていうセレモニーをやりたいと思ってたんですよ。でもまあ東京でまあ割れるところってなかなかないし、まあ他の進化の人たちに作品作ってもらってるんで、自分の立ち位置っていうものをどうしていいかなっていうのをすごい思ってたんですね。それでまあ東京オリンピックもあるし、まあ、コロナもあるし、そういう時に何かセレモニーに当たるようなものを東京でしたいなとずっと思っていて、それで、東京オリンピックもちょうど終わって、今まあ、ある意味ではこう、みんな空白な気持ちでいる時だと思うんですよ。新しい時代どうなるかわからないっていうふうな感じの時代なん でその時に今ここで鏡をですね割らせていただいたんですよ。でまあそれにどんな意味があるのかっていうのは僕もよくわからないんですけど、でもそういう個人的な儀式みたいなものをやるっていうのがその東京でやりたかったんで、この3番組でやりました。でここに作ったこのひび割れの状態のものなんですよね。これまあどういうふうに、固定するかというのを考えてたんですけど、これを使った印刷物っていうかな、作品みたいなものを、これから10年ぐらいやってみようと思ってるんですね。それのまあスタートっていうことですね、っていうことをまあやっておるということ で同時に鏡とまあウィンドウ、窓、ここにあの前に来た時にやっぱり窓が印象的なんですよね。だからで、まあ、僕はミラーっていうモチーフがあったんで、それで何か絵として、まあ、ミラーザンウィンドウっていうのがいいかなっていうのを、うん、と口について野村さんと喋ってるのに出たんですよね。はい。でまあそのまあそれはその何ていうまあそのモマのキュレーターだったシャーガウスキーが昔やった展覧会なんですけど、まあ、ここに何か書いてありますけど、1978年にモマの写真部門ディレクターであるジョン・シャーガウスキーが企画した展覧会の名前なんて、ミラーズ&ウィンドウアメリカンフォトグラフィーシンス1960ってやつなんですけど、でまあここにもいろいろ書いてあります。他の人が撮った写真に事故を投影したり、新しい世界を発見することは今日でも同様で、写真が持つ鏡と窓という特性がなくなることはないだろうと。これはあれですよね、野村さんの言葉ですから、そうですね、ということで解釈し直してここで展覧会をすると。だから、まあ、鏡と、まあ、窓っていうものがあるわけですよ。それで、まあ、僕がここを最初来た時にここは昔アパートですよね、はい、あの入り口のところにその当時の反映した、まあ、おしゃれなアパートメントだったところのものっていうのがあって、ということは、ここのその窓から生活者が外を見ていたっていうことが窓なしの記憶としてすごいある場所だなと僕はすごい思ったんですよね。だから、まあ、内側のモダンな生活と変わっていく銀座っていうか都市っていうものがすごくあって、だからまあ下の写真は建物の写真しか写ってないんだけど、生活している人たちが結局、まあ、見ている風景は全部あれですよ、窓から見ている風景なんですよね、うんうん、でそのいわゆる窓から見ている風景の写真は残ってないわけですよ、うん、でそういうのがまあ面白いなと思って、人々が見ていたものは消えてしまっているっていうふうなこともすごいあったんで、ミラーズ&ウィントーズみたいなものはいいのかなと思ったんです。だから来たお客さんが、だからまあ
これ設営するときは一つだけなんか窓が開けといてほしいなって、うん、思ったのは、まあ、そういう理由にもよるっていうことでしょうかね。だからであとここはほら美容室だったから、うん、あの鏡が、はい、あの部屋の中にあるんですよ、はい、でまあそれも面白いと思ったんですね、うん、じゃあビギラーズ&ウィンドウっていうのも本当に象徴的に適している場なんで自分がそのブロックミラーズをやるのにふさわしい場所だなと思ったりもする。飯田さんはこれはフラワーパークっていう飯田さん の, あの作品 の, その和紙で両面から出力したものでこれはま あ, あ特徴としては何ていうかな、透過光で見えるようにしたいっていうふうになってるんですね。だからそのなんかプリントでそのものとして見えるんじゃなくて光とか色とかってこういうのは全てオブジェがその溶けてしまっているようなものっていうのを窓のイメージなんですよね、彼の方の写真をそういう窓として扱うみたいなことを飯田さんすごく意識的に今回やりたかったと。松井さんはいつもあの動画を結構メインで、これマイクじゃなくて動画の作品が多くて、で今回のはあの松井さんが、精神分析医のところに通って、まあ、作品作りのために通ってですね、自分で壁に向かって1時間毎回1時間ずっと話をして、たまにあの医師が相もてというかそれからどうなんですかみたいなことは言うらしいんですけど、まあ、そういう状況の動画です、元は。で元はっていうか、ただまああのなんだこの一番下のレイヤーがあの雑踏になってるんですけど、これはあの去年ですかね、渋谷にできたあの結構高いビルであの屋上に上がれるところっていうのがあるんですけど、そこの動画が一番背景になっていて。その上にいろいろこう動いてるものがあるんですけど、これはあの松井さんが見た風景とかそういうのを何て言ったらいいんですかね、ちょっとこれあの昨日来た人が言ってたんですけど、メビウスの輪みたいに裏と表がもうなくなってこうぐる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 こうあの行って、あの何だろう、ずっと循環しているような感じって言ってましたね。で、おそらく一個一個のそのこのぐちゃぐちゃしたものは、あの松井さんがこの渋谷のここに行くまでの道の風景であったりとか、その精神分析のところで喋っているのをこうぐちゃっと見ているというのがこうあの合わさっているんですけど、映像であの何かを伝える時って、まあその伝えたいことをメインに伝えるっていうのが普通だと思うんですけど、私たちの、現実っていうのは、例えば先ほどの、その、配信するのに横にならないとか縦になっちゃうとかそういうのとか、あのカメラが倒れたりとか、あと通りでは車が走ってるとか、あの、廊下に誰かが歩いてるとか、そういうものがこういろいろ頭の中にこう入っていくと思うんですけど、それをいっぺんにこの映像の中に表してるっていう感じなんですね。だからその作品としてあの、まあ、都合のいいことだけをあの写しているんではなくて、その時起きたことを全部こう入れてみたっていう感じになっている。映像が映っていたところの周りにあるのは映像から、抜き取った、一コマ一コマであったりしていて、で、松井さん曰くこの、この何ですかね、小さい、あの画像のやつはこれをこう触りながら映像を見てほしい。なので触るんですね。はい、ぜひ、土曜日曜まだやってますから、
触り触り放題、触り放題、食べ放題めっちゃ音がね後ろからめっちゃ聞こえてくる食べてる、うまい、うまいね、もう結構砂糖入ってると思うんであんまり食べ過ぎないようにしてくださいよ、うん、美味しいよ、美味しい、よかったね、うん、本当にガラス取ってる感じ、うん、あとあれですよね、あの香りも楠木さんのが明日からですか、明日の、はい、はい、明日のお昼ぐらいから来ます、お昼ぐらいから、あの何の香りでしたっけ、ミラーの香りです、ミラーの香りっていうのが明日、はい、想像つかないですね、ですよね、想像つかないですよね、うん、で、あ、ちなみに今私がちょっと言った、ね、その都合のいい映像だけじゃなくてこういっぺんにこう頭の中に入ってきたあの概念が全部映像になってるって言ったのは、はい、あれなんですよ、後藤さんがあのアート千代田3311でスーパースクールやっていた時 の、はい、あの受講生の方、元気かな、その解釈、先ほどの解釈は後藤さんの発言をもとになんか そういう風に解釈されたらしい、後藤さんがゴダールについて、ゴダールの映画はこういう風にできてるんだよっていうのを、あのうちらはあんまりゴダールの発言なんて聞いてないですよね、後藤さん、あ、そうですね、うん、でも面白いですね、そういうスーパースクールの卒業生というか、はい、あのこの展覧会もあれですもんね、スーパースクールの A&E のメンバーさんたちの展覧会だったから、なんかスーパースクールオンラインっていうのなので、はい、会ってないんですよね、対面ではね、そうですね、不思議ですね、だから今日もあの、今のスーパースクール問題 A&E の、はい、あの参加者の人が来てくださったんですけど、初めて誰、あの伊藤さん、たんやそうで、全然なんかズーム越し の、 あの雰囲気と違ってる感じがして、うん、びっくりしました、 VR 作家ですよ、はいはい、すごいアニメーションの国際的な賞も、ね、すごいですよ、うん、でもきっとこういうところの空間とてもね刺激的だったと思う、刺激をね受けて会員なんですよ、うん、どういう感じなんですか、会員になったんですそうでしょ、そう、ほとんどだからあのあれですモニターの前にいる人なんですか、ほぼ現実にいない人ですよね、うん、でもこういうのは好きなんですよ絶対、そこが面白い、ここで VR でこういうのやったなとかあのおっしゃってたんですけど、うん、多分私が思ってるのとは多分違うんだろう、違うこともこんなところでやるのとか私は思ったんですけど、逆ですよ、そうなんですよね、きっと、うん、これセットで作るの大変ですから、そうこれとこれ確かこれセットで作るの大変ですから、逆ですから、まあ、もともと編集のねことをスーパースクールの96年度にやってる時に、まあ、編集っていうのはもともとその出版社の人が本を作ったりするノウハウとして発達したわけじゃないですか、うん、まあ、昨日のあのあれで小山富夫との対談で聞いてないよね、聞いてないです、いやもう面白かったんですけどね、うん、それでまあ、 もう2人で付き合いないけど学生の時の話とかをお伺いしちゃったんですけど、うん、書いてた人がなんで編集の方行っちゃったんですかみたいな、いろいろ彼女に聞かれたんですよ、それでまあ確かにそうなんで、まあその時もつい言っちゃったんだけど、うん、絵を描いたりすることを封印して編集の方にシフトしたと、まあ、だから自分が絵描きになるのを諦めたっていうんじゃなくて、でまあそれが割合ものだったりしたわけですよ、だからいわゆるメディアアートですよ、あ、なるほど、ね、だからいわゆる絵画、岡本太郎なんかは絵画で世界的なアーティストになろうと思ってたんだけど、なかなかなれないような端っこの国でしょ、あ、日本は、はい、まあでも YMO は音楽とああいう風なテクノで、それでアメリカ行ったりいろんなことしたわけじゃないですか、うん、それでだからまあそういう方向に編集もシフトしてたから、
宇佐野さんと仕事したい、金村さんと仕事したい人だなと思ったんですけど、けど本当はいわゆるアートで世界性が得られるものって何だろうっていうのはずっとこう思ってるんですよ。だからその美大の先生やったりしてても、もうそういう気持ちっていつもある。だからここにあるものはローカルなんですけど、こういうものっていうのはどういう世界性を持ってるのかっていうのをいつも見てるのね。だから東京に行ってこういうような場所で表現してるものが、でもこれを歴史化したりとか世界性を持たせたりするのはどうしたらいいかっていうのがほとんど妄想のようにいつも付きまとってるじゃないですか。それまあ昨日はまあ本当そういう話しちゃって、スパスクが変わってるじゃないですか。普通編集者はそんな編集学校やらないんですよ。普通はいわゆる読み書きをどういうふうにするかっていうものの編集学校っていうのをやるけれども、だから編集を開発する場がスーパースクールっていうのは、本をどうやって効果的に写真とレイアウトの組み合わせをどうすればいいかっていうのは、これはベーシックっていうのを答えてる。ニューベーシックって言ったらまあね、いわゆるウェブも出てきたし、ブログとかああいうのテキストの作り方とか写真撮り方っていうのがあってるから、これは新しい読み書きだから、それも新しいベーシックなんですよね。ニューベーシックなんですよ。ところがそれとは違って戦略的編集っていうのがあって、場を作ったりとかさ、イベントやったりとか、フリーペーパー作って人集めて自分のパフォーマンスしたりとか、そういうふうに拡張っていうのが世の中的にも要請されて出てきてるって思ったんで、大きなネットですよ。だからバーチャルな空間っていうのが広がってきて、そういうものは人間というか社会を変えてきてるっていう実際あるから、紙だけ編集すると意味ねえじゃんと。で場っていうのを次考えたわけですよ。で場っていうのは、まあ、例えばさっきも言ったけど、普通だったらロックコンサートでスターがいるところにお金払って行くんですよ、お客じゃないですか。そうじゃなくて自分たちでやったら、例えばそのパーティーで自分たちで演奏すれば、自分たちが楽しくスターはいらないわけでしょ、ってことはどういうことかというと、いろんな人がいろんなグループ作って自分たちでイベントやってるのを情報交換して、それをみんなで見て回るっていう方が時代として面白いし、そういう街に東京になった方がいいんじゃないかっていうふうに思ってたんです。90年代に思ってたの。そうだからスーパースクールの OB に言って、それギャザリングっていうイベントをやったんで、その時南東食堂で今宮田裕子っていうのが有名になっちゃいましたけど、で三原は料理を編集だと思ってる人だったんで、まあ、お母さんが有名な編集者だったんで、子供の時は編集癖があるわけですよ。どうぞそうこいつ売り出しちゃえって言うんで、それでグランド食堂って名前にさせて本も作っちゃったみたいな、まあ、全然料理作ってない。でもレシピを開発してると、実験して作るかと。そうするとスーパースクールの OB を1ヶ月に1回集めて公園で、それで1500円払うと飲み放題食い放題でイベントしてるので、それでその時は自分の知り合いを連れてくることだけなんですよ。そうや、ちょっと場なんですよ。なんかあれですね、コンテンツ借りようと思って。まあそうだね、カレー振る舞ってる。カレー振る舞ってるからね。その時は全然アートのことなんて考えてなかったんで。あ、そうなんですか。でもそうやって、まあだからネットワークだよね、今からすれば。だからまだ全然インターネットっていうのを使ってなかった僕ら、それは。でその時はプラットフォームっていう考えしたんで、それぞれの人たちが例えば、知人の友達と詩を読み合うようなイベントすると、から手芸やってる人がいるとか、お料理やってる人たちがいて、でそれを一つのプラットフォーム、いろんな部会がいろいろあって、それをみんな同時で共有できるような、あれだ、サイト作ったことがあるんですよ。やってた、早すぎるわけだってさ、その SNS ないからさ、なんだフェイスブックみたいなことやってるわけだから。それ残ってたらもう今頃ザッカーバーグですよ。ザッカーバーグっていうか、まあ、そのほぼ日みたいなことだよね。D&デパートメントのサイトなんかもそういう作りになってて、似てるわけですよ。それぞれこうスクロールでこういったものが入ってて、そういう
まあなんかコミュニティ型のプラットフォームだったの。プラットフォームって単語もなかったからね、うん、プラットフォームって言ってなかったんだけど、それは早かったんですよ、うん、でそれ担当してたあのうちのスタッフなんかその後ヤフー行っちゃいましたよね、うん、そう面白いですよね。ヘッドハンティングされちゃったんですよ。いやいや、これすごい優秀だったんで、うん、イベントっていうのが場っていうのがあって、でいや印刷物はほら価格つけないと、はい、フリーペーパーで全部いいんだチラシみたいな四つ折りのだからワークショップやってて、スクールでいつもね、あのいわゆる2つ折り4つ折りの新聞で効果がどうやったら出るかっていうことをやってた、それでなんあれ気持ちのいい場所っていうフリーペーパーみんなで作ってた、それでその気持ちのいい場所どうやってるかって言ったら、自分が気持ちのいい場所っていうのを見せる、まあ加藤さん、もう今でも覚えてる加藤さんっていうさ、吉田カバン の開発やってる女の人がいた、うん、下川君の小説の方だけど、その人は、昔お芝居で本当に役者に本当に大丈夫だったけど、今そういうカバン会社の開発にいるんだけど、なんていうか趣味が変わってるわけ、アングラ趣味で、それで近くのビデオ屋でなんかポルノのそのビデオ屋とかを借りたりするのが好きなわけよ。でそこの店長っていうのが面白い人があって、その人をあれを取ればインタビューしてフリーペーパー載せるわけよ。でまあ何ていう気持ちのいい場所なんだけど、そういうものが入ってるの、そういうインタビューが自分がなんかそこに行くと気持ちが解放されたりするような場所で、その人は誰なんだっていうことをみんなインタビューして、みんな複合で入ってて、その気持ちのいい場所に配置してもらうんですよ。ああ、それで、そのビデオで、そう、で、でそのフリーペーパーをいろいろ見た人が連絡してくれるっていう仕組みにしようとルールを決めてるから、そうそう、そのフリーペーパーがあれでどこまでそれが一人歩きして届いていくのかって確認するってことやってた、長野県ぐらいだったら、もう長野県までこのフリーペーパーなんかいっちゃって読んでるやついるよみたいな、すごいですね。でそういうだから本当に SNS がない時にそういうことをやろうとしてたわけ、それ、おかしいでしょ。いや おかしい、面白いね、うん、いや、うんうん、まあだから普通印刷物っていうのはお金払うんだけど、まあだから現場でイベントをやってその時に入場料とかもらって、うん、そういうのを一部のお金でフリーペーパー作れていいんじゃないかっていうふうになってるわけ。あ、それだから3点セットなんですよ、ネット、現場、フリーペーパーで3点セットで経済が回る、はい、出版物だけ売り上げて収益性で成立させるのとは違うコミュニティモデルっていうふうに移行することができるっていうのが思ったんで、90年代の頭でそれでやってた、大体ワークショップのフリーペーパー残ってるんだよ。あ、そうなんだ、残ってるんだ、ぜひ見てみたい、見てみたいですか、はいはい、でそうこうしてる間にプラットフォーム型っていう SNS とかも、まあ一番あれはやっぱプラットフォーム戦略っていうことを考えて、つまりこうなんていうの、普通雑誌だったら逆に払うんだけど、出店料とか取って、それで成立するようないわゆる形式だよね、プラットフォームがあって、だからハードウェアとかいわゆるそのなんかテナントショップとかああいうようなプラットフォームもあるんだけどさ、でまあそういうふうに3種類の編集があるっていうようなことを考えて、それを開発するのがスーパースクールだったんで、いろんな仕事やってるからタイミングで、だから文芸系のことをやってるときには文芸系のそういう編集もあるし、でまあ例えばさ、本木美さんと一緒にコードとかやってるときは環境に負荷をかけないグッズを開発するっていうことがあるから、環境っていうことが頭にあるから、スクールのとかなんか環境っぽい話ばっかりしてるから、それ、まあ、だからいわゆるもうそのいわゆる決まったことを教えてないから全て場当たりでやってるっていうふうにいまだに思ってる人もいるわけよ。でその博報堂の近藤君っていうのがいて、近藤君と、米田君っていうのが一人いて、米田は何やってたかな、ライフハンターとかやってたんですよ。ライフハッカーだ。ライフハッカーと。で、まあ、だから、そういう、なんていうか、で、東京ソースっていうのを、
岡田君やってて、でまあいわゆる東京に面白いやつがいるからそれインタビューしてウェブに上げるみたいなことをして、パーティーもやって、まあだからスーパースクールでこういうやり口があるんだっていう、自分つまりこうロックコンサートにてスターをかけなくてもそういうような場で自分たちで面白くできるんだっていう、そういうそういうやっぱ手応えの、いろいろ得たやつはそれやって活動してるわけ。いやだって多分もうそんなロックコンサートがない時代はそうやってたんですよね。違う、面白いのアラブとかは民度が高いから、今でもさみんなでお茶飲みながらさ詩を読み合ったりするわけじゃない。それ江戸時代にはやってたけど、そうそうそう、うん、そうや、うん、で俺そういうのが絶対いいなっていうのをすっごいもう初期から思ってて、そういう編集術っていうのを覚えて言ってる人がいないから、ずっとやってますね。それだからまあ昨日の話もそうなんですけど、才能ってのは特別な人間がいて、それはスター化する話ばかりなんで、それぞれの人間の中にあるものをこう植物に添えるように声をそれかけていくのかな、開くと、いうふうにまあ思ってるよね、実はそういうの、そういうのはあると思いますけど、だからまあそういうことも感化された人たちが東京に学べるんだって、うぐいになってますよね。それみんななんか言いますか、そういう感じですよね。あのとにかく、まあ、失敗し続けるっていう言い方も変ですけど、まあそれかなとは思いますけど、失敗はないっていう言い方もいいかもしれないですね。はい、そうですけど、こういう場所で展示するのって本当になかなかないから面白いなって思います。そうですね、なんか作品の見え方も変わって、まあそれに合わせてさらに作品を加工しますけど、なかなかここまで味わい深い場所もなかなか、ね、残ってないんじゃないかって感じがするので、なんかね、確かに今日フラッと来た若い女性2人組が、なんか時間と空間を超越した場所だね、なんか場所と作品が合ってる。色味を修正したいんだけどさ、ちょっと、これ真ん中に映ってるのは今のあれですよ、野村さんの野村さんがね、野村さんと渚さんが映ってるんですね。すごいですね。万華鏡が来るか、万華鏡、まあこれは没入型だよね。でも子供の時ずっとこうやって見たの、見て、あっちくりの顔だよ。すごいな、分裂してるよ、ね、ほら来た分裂と言われてる。俺は小島くんだよ。これを発信すればさ、空間と時間の概念は変えられるくらいかな。あ、なるほど。このあたりからね、これまた何したというか、人間ですけど、それこの辺からか、これあれ撮ってるな、今日は中条さんのあのお通夜だったから、ひでもの、ひでものなんですよ。よいしょ、すごいですな。何考えてるんだっていうか、面白いですね。万華鏡がね、この時代に万華鏡、1000円ぐらいですけどね。安いんですよ。でも使い方をいろいろやって、これをシリーズで、内側に入れるものもこういう断片を入れたりとか。眠いノイズの人は、この間スクールに参加してくれた人なんですけど、ドローイングでね、好きなロックミュージシャンを描くっていうのをやってるんですよ。左とか行かれてないんですけど、ニルヴァーナが好きなんですよ。そういうの面白いなと思ったの、人間を描くからね、そういうポージングの問題なんで、どうやったらいいっていうアドバイスコメントをちょっと書かせていただいたんですけど、
すいません、一応なってはい、ライブ配信してるんで一応でもね、こういうのもこう五合竹新郎町に全部みんな違う風に作ってさ、でこれを作品にしてこうやってそれ対応してできるような発表とかすればあなただから、なんかそのほら僕が昔そのバートのグリーンペーパーとで人をで、うん、そこに人間はいた方がいいんですよ、うん、それ、うん、一人の人間がいた方がいいなって言ってもされてるの、うん、でその人間の神通理の出し方だから、うん、でそれは今 SNS とかのに足りない編集なんだよ、僕見てて、うん、SNS のアプリとかを使って、うん、なんか場を作ったりする方向に来てないから、うん、可能性があるかなと思って、うん、確かにキュレーターはいないですか、ね、そうだからまあノーキュレーション今日とかその東京アートブックフェアでテーブルが出てて、うん、アートブックコーデの人っていう人が提案準備でやってる人が初めて出てるんですよ、うん、で自分が作ったものをお客さんに行ってそれで説明したりするっていうのを、うん、はい、嫌な人か面白いと思う人とかいろいろいると思うんですよ、うん、で、まあ、大人になるの観察してるんですよ、ね、一応一応教育者なんで、はいはい、それで、で今ってプレイヤーっていう言い方が一番いいなと思ってるんですよ、うん、だからあーそのアーティストっていう言い方よりもつまりこうそのパフォーマーっていうことですよ、人が来て何するとか、うん、これやってどうこうとかっていうのが、うん、だからそういうなんかプレイヤー的なうまみっていうのをそういう場で知ってもらったらいいなというのはすっごい思ってるんですよ、うん、思ってるんですよ、だからこうああいうところの実感があると自分でできるようになるからさ、うん、あの一人で参加できるようになるじゃないですか、はいはい、そうですね、でそういう時にどういうふうな振る舞いをしたりとかどういうディスプレイで空間を作ったらいいかとかっていうのがいろいろ学習できていくと面白いかなと思ってますけどね、うん、そういう感じです。だからその場っていうものの編集っていうのはな昔のやり口とは随分変わってるんですよね、うん、だ動画で例えばあの場で撮影したものを編集して流してもいいわけじゃないですか、人が来たのを最近だから、まあ、2人で相談しながらやってるんですよ、内沙と相談しながらやってるんですけど、うん、あの決してうまい編集である必要はないんだよね、うん、ラフカットっていうのもあったんですけど、うん、でそういう、まあ、いろんな動画の配信の仕方とか編集の仕方で、うん、でまあこうやって話さなきゃいけないじゃないですかそうでしょ、動画はねそのいわゆる場っていうものを当たってバーチャルも含めていろんなところも含めてやるときには自分が行ってて誰かが行ってて話したりいやパフォーマンスしなきゃいけないんですよ、うん、そのパフォーマンスのやり方をプレイヤーさ、うん、プレイヤーの実感っていうようなのが重要だなって言ってます、うん、そうですあれからだから後藤さんと渚さんを見てるとなんか機動力があってすごいなって思うんですよ。機動力？うん。いやなんかいろいろ思いついてもまあ思いついたんだったらやれよって言われるかもしれない。でもさもう小島くんなんてこれすごいな。小島さんすごい。小島さんはすごい。これ私聞いたの？それ気になってたんですよ。小島さんも小島さんで自分の作品の T シャツでしょ。そう。
2人ともね、アートエディットプレイス。その下のバーコードは、バーコードはバーコードで、アートスペースエディットスペースプレイス。おお、さすがですね。Google フォントに、え、もう気づいてたけど最初から。だって今日あれ、今日、ね、インスタでアップしたのにいいねとかしてませんでした。俺してないよ。私がしたのかもしれません。もしかしたら、はい、小島さんのは作品の、これ、え、これどこですか？渋谷か。これ渋谷です。あ、工事中の時かな。へえ、すごい。二人とも。ちょっとプレイスっていうさ、イベントの名前でしょうか、テナガの名前でしょうか、次は。あ、いいです、ね、うん、いいと思う、このロゴで、うん、いいな、バーコードが入って。いや、でも、ミラーズ&ウィンドウズもちょっと第二弾でやってるんです。またワークワークかな、そういうあれじゃなくて、次は俺、万華鏡いっぱい出すよ。万華鏡の作品で、はい、はい、万華鏡、自分で回さないでこうなってるのが、なんか、いい、